日木曜日、美女応援団が現れたのはスケート会場。唯一実力で出場権を得たフィギュアペアの応援のためです。スロートリプルサルコ、そこから反時計回りへ、ワンハンドですね。演技が終わると会場は大歓声に包まれました。一方で北朝鮮への圧力を強めるアメリカや日本の選手についてはこれまで応援していない彼女たち。ところがアメリカのペアが登場すると、美女応援団の一人がつい拍手、横に座った仲間が肘でこづいて拍手をやめさせるという場面も。それ以降はというと終始無表情を貫いていました。